はい、こんにちは、さとしです。今日は12月17日の今朝の8時50分です。今日原付3時ぐらいに返さないといけないので、返す前にもう少しどっか行っときたいので、今日はちょっと山の方に登りたいと思います。で、ドイステープっていう、お寺、ワットドイステープっていうお寺があるんですけど、その先にドイプイっていう町かな、村かながありますので、そっちの方に行きたいと思います。またちょっと調子悪い原付で安全運転で行ってきます。はい、そしたらこれから、山の方に登っていきたいと思います。今10時ですね。で、ちょっと原付少し調子が悪いので、そんな思ったよりスピードは出ないかもしれないんですけど、上り坂なんでちょっとゆっくり走って、景色を満喫しながら登っていきたいと思います。で、あともう一つなんですけど、ガソリンですね、極力早めに入れておいた方がいいです。旧市街の、北西の角ですね、そちらをこう曲がってこのドイステープの山の方に来るんですけど、ガソリンスタンドが一つしかなかったんですよね。しかもめちゃめちゃ手前の方に、なので僕ちょっと奥の方にもあるのかなと思ってガソリン入れないでちょっと行ってたら、もう全然なくて、で結局一回僕ここまで来たんですよね。で結局ガソリンちょっとやばいかなと思って、山も登るしと思って、で早めに、とりあえず入れといた方がいいです。一旦僕戻りました、手前の方まで。なのでガソリンは早めに入れておきましょう。そしたらこれからゆっくり登っていきたいと思います。はい、今ドイプイ着きました。大体35分ぐらいですね、ゆっくり原付で、麓から上がってきて、で、原付もこんな感じで止めれたり、車ちょっといっぱいだったら止めれないですけど、駐車場もあります。で、降りていきなりなんですけど、ちょっとどぎも抜かれることが起きてまして、なんか多分生きた豚をちょっと残酷ですよ、ここから。多分死ぬ気をして、で毛を取ってるんだと思うんですよね。すごい光景です。たまげましたね。やっぱ日本では見ない光景ですね。豚を丸々一頭で殺して血を抜いて毛を焼いて、それが食べるんでしょうね。はい、こうやってこうソンテウとかロットゥー使ってもう来れますので、はい、着きました。バンモンドイプイステムアンチェンマイタイランド、合ってますかね。ここを来るの2回目なんですけど、
1回目はもう写真しか撮ってなかったんで、ちょっと動画で歩いて見てみたいと思います。